まあまあまあ。なんかちょっと見えない。まとめられないなってなってるけど、まあ。はい、おはようございます。おはようございます。今日はですね、はい、2021年にどのぐらいね、うん、2人が目標を掲げてダイエットするかという講座になりますね。まあ、やっぱね、目標を掲げるのは多分大事なことです。まあ、私もね、100キロ超えてる時は、まあ、とりあえず100キロに戻す、うん、でそこから90キロ、で今87なんで85キロを今目標としてやってます、はい、ね。で今度は今68ぐらいにしとくか。68、俺78ぐらいかな。68めっちゃ食べたなみたいな時、8.5から9ぐらいいくの。めちゃくちゃ食べた日とかあるじゃん。この間行くわけじゃん。そうそうそう、まあでも次の日1キロぐらい痩せるんだけど、ね、まあそうそうあるけどね。そうそうそう。で昔は何キロだったの。昔は動画始めたタイミング63ぐらいじゃないかな。63でしょ。最盛期は60ぐらい痩せたなって。だから高校とかの話でしょ。高校とか、高校とか58とか58かもしれないけど、まあじゃあでもそれね、嫌なんだよね。58までいくとちょっと痩せすぎっていう。じゃあ63か、まあそのぐらいになりたいと。まあ62じゃん。2か、うん、なるほどね。62ぐらいになりたいなって目標ね。はいはいはい。また食べよう。僕多分あのミシガンで最初出た時60キロぐらいだったと思う。あの時ショットしてたよな。全然違うよ。もう顔つきが違いますもんね。確かに。だから60キロぐらい。60キロぐらいまで頑張りましょうか。身長差はいくつ？俺170。170センチ。まあ普通なんだよね。そう考えると。大体110キロ引いたのね。何キロ？167、8ですね。僕は。まあ7にしときましょうか。厳しめに相手しとくと。まあ大体予想ね、58とか、まあ大体そうか、まあ2キロマイナスぐらい、まあまあまあ、いいんじゃないですかね、60キロぐらいで、まあ62、まあ言うたら、まあ渡辺の方がまあまあ8キロだけど、まあそうか、今度は。ないわ。あ、じゃあ61にしよう。60は多分無理だな。そうね、骨格で結構ね、ガタイしかしない。いや俺ね、そう、62ぐらいまではね、ちょこちょこ行くのよ。なるほど。そう、最近はないけど、ちょこちょこ62ぐらいまでは落ちるけど、61まで行ったことほぼないね。ほぼない。もうだから、10年ぐらいないと思う。もう20過ぎてからもう62ぐらいはずっとキープしてるから。ああ。まあ私もね、今87ですけど、これまで多分大学4年ぐらい体重になる。うん。大学4年ってもう21ぐらいでしょ ?21、2ぐらいだけど、今30だから15年前の体重だもん。ああ。で、4年からちょっとブクブク太り出して、で90キロ以上終わったとね、今までね。原口はやっとジャイに戻った。やっとジャイに昔ね。高校大学のね、頭なんですけども、やっとジャイに戻ったわ。吉祥寺でジャイって呼ばれてた。15年前の体重。上司のジャイな。上司のね、伊勢屋のジャイだ。15年前に戻ったの。だから10年前だったらまずね、だから61、60ぐらいで。大丈夫、ジャイって書かなくていいよ。いいよ。だからじゃあ渡辺はじゃあ60キロ目標、うん、8キロね、うん、これだから、まあ、どこの時点でって話よ、これ。だからまだ今日じゃあ体重上がってみよう。うん、うん、でも食ってるからちょっと増えてるかもしれないけど、うん、まあ逆にそれ昨日測った時は67.3とかだったんだよ。67.3。昨日はね、昨日ね、うん、まあでも大体まあ68キロぐらいだな、うん、その増減で。わざわざ乗ってないでしょ。うん、じゃあまず体重計。怖い、俺乗ってなさすぎて75とかなってたらどうしよう。そんな行く。それはバカな。さすがに大丈夫かな。それは大丈夫。俺はないよ。でもね、そうね、渡辺に昨日ちょっとね、ゲーム配信ちょっと準備段階で入っちゃうか、ね、風呂入ってきてさ、上がってきたんだけどさ、腹がでっぷりしちゃってぽよよんってさ、うん、昔だったら全然あんたの、ね、これからこれになったらそうなるでしょ。なる、腹がでっぷりしちゃったよ。もうおやじみたいな。なんかへその下の肉のこうボンって出て、うん、その下が痒いね。汗とか。あ、忘れた。あ、分かる。俺もそれだもん。分かる。この肉の下なんだよな。ここね。分かる。分かる。あれが痒いで、その時にデブって思った。一番。
まあ、自分で体験することが大事だよね。わかるなそれ。こうなりたくないっていうか。だってそれさ、若い頃絶対なかったもん。絶対ない。わかるなそうだ、ね。わかるやん。よかった。どうしがいてよかった。ね、幸いこうやって動画をさ、うん、まあ、ね、今度はなりわいとしてるから、うん、このサブちゃんでもいいから、こうやって目標をね、残すことによって、2021年の終わるまでに、こうね、7キロ、6キロぐらい落とすと。8キロぐらいね。うん、落として2021年の12月のね終わりぐらいにどんだけ減ってるかと。今度なんか結構視聴者の皆さんが太ったねーって腹口痩せたねーっていう、もうこのコントラストのコメント結構くんだから確かに、ね、ちょこちょこね、今度太ったなーって。でもそれはもう俺も重々ちょっと傷ついてるから、これやっぱ やめてほしいけどな。俺俺全然傷ついてないけど。俺は傷ついてる。デジタルタッチ、デジタルタッチ。いやダメです。じゃあそれ渡辺が学生時代ちょっと恵まれすぎたんじゃない？うん、それもうあんま太ったとか言われてもやっぱ生渡辺もやっぱさ、もともと顔いいんだから、うん、このね、うん、痩せたらもうグイグイよ、もうグイグイグイよしこい、グイグイよしこい、ほんとおじさんじゃんもう痩せたらグイグイ、もう痩せたら二人グイグイ、相席行き放題、行き放題、行き放題、潰れてたな、あ、死ぬ、渋谷ね、俺たちの行った相席屋、そう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 、だからみんな太っちゃったからだよ、でかギャラだから、まあさ、12月までに、まあ、12月いっぱい12月ってのもまたきついな。これ太りやすくなる時期だから。そう、そうやね。あ、俺だってさ、今年の9月7日一緒におったやん。うん。まあ、あの時めっちゃ痩せてん。夏場。あ、夏場してます、ね、夏場すっごい落ちて。62ぐらいまで落ちて。そうそうそう。で、顔変わったみたいな言われたやん。確かに確かに。整形したみたいな。みたいな言われたやん。あれやっぱ痩せたからやねんか。まあね。ただ、そっからやっぱ冬？冬は太んだよ。冬ってなんで太んやろなと思ったら、やっぱラーメン食うよな。シンプルな。それは一年中食うんだ。いや、寒い時のラーメンって、やっぱめっちゃうまいから。うまいうまい。だけど、私は鍋を食う時には、鍋の締めはね、だってうどんとかさ、ちゃんぽん麺とかそういうラーメンとかなるじゃん。うん、でも白滝です。白滝で締め、これ意外とうまい。あの、すき焼きとかに入ってる。そうそう、すき焼きに入ってる。だからもう、すべてね、もうこれもう日々積み重ねですから、うん、体重なんてもうね、さっきね1軒目で言った水を飲む、うん、体重計毎日乗る、うん、食生活を徐々に絞る、うん、そして運動を、うん、やるだけ、多分これはまあ多分ねクリアできると思う、もう2人こんな差出たら心配するんじゃないかな、61キロとかでも徐々に一気にダーンって、ね、痩せないから、だからこれから春になってから多分こう外もポカポカしてきて、うん、まあランニングとかねしやすくなるというか、うん、ウォーキングでもいい、膝に故障が出る場合はもうウォーキング全然いい、ほらナイキとかあるじゃん、だからこれが定着するようにってことだよな、そう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 、うん、徐々に、でも1ヶ月でだいたい3キロぐらいがいいのかな、2キロとか3キロぐらいがちょうどいい、これなんだよね、そのすぐ痩せれるのよ、ちょっとやると、すぐ痩せるとすぐ戻せる、そう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 、それはすごい。だから俺マジで4キロぐらい差出るんですよ。そうでしょ。だから12月にこの体重になってるわけ。別にここ同源別に何もいいんだけど、俺も徐々に徐々に20キロさ。確かに。そうでしょ。確かに。一気にガーン。定着するっていうのが難しいな。そう。だから徐々にやんないと定着しない。いやマジで すっきりしてるわ。そうでしょ。そうだ。全然腰が。61いけるかな俺。いや、いける。俺って俺筋トレしまくってた時もう62キロとかあったぞ。ただ筋トレをしまくるとやっぱその脂肪より筋肉が重いから、まあ、その辺もまあまあ、加味して、まあ、見た目がだいぶ変わると思う、まずげっそりしちゃうじゃないかな、一回水抜きしようかな、あのいやだからそんなに無理をしないやっぱりやち選手頑張りすぎるともうやる気が頑張りだけど、もう1年間かけてっていうのは俺今あれやってるからね、あの16時間ダイエット、だから8時間ダイエットとか、それ16時間、食べない空腹、へ、そんなんあんの、うん、何それ、これ結構それもう食ってないよ、まあ、だからこれまた逆もあんのよ、あの8時間の間なら何食べてもいいっていう、そう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 、1時24時間でしょ、1日あるの、めちゃある、いやめちゃあるらしい、めちゃある、なんか頭がすっきりする、オートファジー、そう、空腹って意外とその健康に近づくらしい、うっさー、あの食いすぎるとダメなの、1日3食っていうのは朝はさ、そのあれも結構洗脳に近いんだけど、1日3食って、うん、
なんか朝はそのトースト食ってパンでパンがじゃん、エジソンが開発してね、なんかあれトーストを食わすための朝食キャンペーンらしい。だ食生活とそのあのメーカーでね、食品メーカーって全部もういわゆる洗脳に近いもんで、なんかあるよな、そういうのあるのよ。だからそのケーキを売るためにクリスマスを使ったんだよね。そうなんかをするためにあのバレンタインをするのさ、いろいろその戦略的にその食生活を3食にしたりとか、朝はパンを食うべきとか、いろいろなやつあって、その人間のねあの常識というのを作られていくんだけど、もうこれがね、またこれ結構調べると確かにね、めちゃめちゃいい、すごいいいよ。へえ、知らんかった。だから16時間、いや無理やろ、いや無理じゃんって思うじゃん、だから夜ご飯食べるじゃん、夜ご飯食べてから4時間起きんのよ、で8時間寝ればいい、で起きてからまた4時間食べないんだけど、16時間寝る時間含みで、全然含んでいい。だから夜ご飯食べました、4時間空けます、で寝ます、ここでもう12時間で、起きてから4時間ぐらい我慢できるだろう。で我慢したら普通に何食ってもいい、食べるものの制限はなし、え極論16時間寝てたらいいってこと、極論ね、まあ、極論、で結局だから16時間あの言ったら食事の概念って、そこがまずみんな履き違えてるところらしいんだけど、食べ終わったら終わりじゃないんだよ、消化しきったら食事、消化しきるまで16時間かかる。そうそう、まあ、そうなん、そう、まあ、特に肉とか、そう肉とか、そういう重たいもの揚げ物とかも全部そうだけど、そこが消化していくのはどうしてもかなり時間かかってしまう、だからこういうさ、そうさっき言った白滝とか、やっぱカロリーが低いものって割とすぐ消化されるんだけど、重たいものはやっぱ時間かかるんだよ、で時間かかると体の内部がずっと働きっぱなしになるから、この空腹は何が大事かというと、これって完全に何もないからいつでも体が万全に機能できますよっていう状態。なるほど、だから例えばね、これがなん、空腹じゃないと、言ったら仕事しっぱなしなわけよ、体は、だから菌が入ってきたらやられちゃう、なんだけど空腹は何も仕事してないから菌入ってきて守ってくれる、だからいかにこの空腹がその病気とどうこう差が出てくるかって分かってて、あの癌になりにくくなる、え簡単な話も病気全般なりにくくなるんだけど、癌とかもなりにくくなる、空腹ってそれを保つことによって、そういう一個一個の病気から意外に空腹はこれ避けてくれるっていう、へえ、体がずっとだ食べっぱなしです、超動きっぱなしです、細胞動きっぱなしですだとすぐ病気になっちゃう、守るものがないから、常に体動かしっぱなしだから、ずっと体が疲れてるんです、疲れてるんです、走りっぱなしなんですで、免疫が常にない状態、それがベストなんだ、なんだけど空腹はいつでも守りますよっていう状態だから逆にいいっていう、それをどうしても16時間1日作ろうねっていうやつ、でこれが無理なら1日の8時間のうちこの8時間は好きなだけないくと思う、ただそれ以降は絶対何も食わないっていう、どっちかこの両方が最初やな、さそれでええわ、それするわ俺、こんなんもあるとこれ意外と難しい、なんでもうこんなの今全部じゃどっちが先生分かるよ、いやもうそうそうそう、もうでもこれはでも結構ね、いやこれ俺結構向いてる、ね、マジでいい、俺結構向いてる、あ向いてる、うん、だ今まで常識を覆すよ、もう他なんかないんすか、まあ、だから言ったらさ、これちょっと続き言うわ、その原口も最初ちょっと触れてたけど、さっきの話で、あの1日3食がまず間違いだから、そう1日2食なんだ、そうそうそう、一食ってみんなってあの日本人が、朝ごはん昼ごはん夜ごはんってなっちゃっただけで、元は2食だった昔、そうそうそう、その海外の文化取り入れたことによって3食やっちゃった、そうそう、で海外の人は割とみんな太ってるだろ、日本人がずっと健康体で痩せてたのはみんな2食だったから、なるほどね、そうそう、でどんどん欧米化になってね、脂っこいもの食べて、ああ大丈夫、間食とかってどうしてるんですか、間食はもう持ってるのかよ、これね間食していいものがある、これは16時間だ、この16時間どうしてもしんどいってなったら、あの素揚げのナッツだけは、あそれナッツだけ、ナッツは成分、ナッツは大丈夫、そうそうそう、ピーナッツとかもない、あれ結構いいオイルです、オイルがのそのナッツオイルだから、そうしかもあの体にめちゃくちゃいい、そうへえ、カロリーが元が高いから、そうナッツあれなんだけど高いもんね、なんだけど一応あの我慢できなかったらナッツは全然食べてもいい、そうやってるって今で、しかもナッツは腹持ちいいから、そう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 、意外にね関係ある、いいオイルだね、中に入ってる、はい、あ、何でしょう、鍋、なんかドレッシングとかけます、キャベツとかに、俺、かけるドレッシングかけるというかカレーをかけるだろ、
俺はかけるよ。な、何どれ？いや全然好きな。これだってあの食べ物は好きなもの食べていいよって言ったよ。ああいう調味料がやっぱ太っていかへん、やっぱ。いや、マヨネーズはでも使わない。もう私マヨネーズ大好きだからかな、私。もうね、年去年の年末にね、ビストロマサさんっていうところのレストラン、あの時バーガー、そこで作ってると美味しい。超美味しかったね。買ってたもんな。買った。超うまい。今までのドレッシング最高峰はさ、あのキャンティっていうさ、イタリアンレストランのドレッシングが一番いいんだけど、それ超えた。それ何の話やね。でも無添加なのよね。無添加で手作りだから健康にいいはずなんだよ。まあ食いすぎはやっぱり注意だけど、ドレッシングだから。まあだからマジでどのダイエットが自分に合うかをまず試して調べるのが大事かも。俺はだからマジであのこんにゃくうどんとか、俺は食いたい人だから、とりあえずもやしとかをいっぱい食う。その時は体重は増えるけど、後々どんどん減っていく。食った作業ね、増えるけど、これなんか多分もう慣れれば多分その食べ物の制限なしでいい。そうそう、だからこれさえ守れば何食べてもいい。マジで？でも起きてから4時間俺無理だから、起きてから何食べようっていうのが俺楽しみだから。だって朝働かんくらい。そう、起きてなんか食べたかったらナッツ食べればいい。4時間俺はね、俺は多分これあんまできない。俺は本当に精神的にね、どれが向くかだね。そう、俺は起きてすぐよしスパゲティ食おうみたいな、でスパゲティ食う人だから、スパゲティもこんにゃく入りのね、ちょっとカロリー下げです、もう全部もうデフォのスパゲティを今食ってるんだから、ちゃんとこんにゃく入りのカロリーをちょっとサイズダウンしたやつを食べるとか重要だけど、これはまあだから結構16時間結構長いよ。意外にね、なんかね、まあ、俺が多分それに向いてるだけなんだけど、あとちょっと、あと1時間待ったら食えるんだなっていうのがめちゃくちゃいいよ。なるほどね。渡辺結構ね、意志がね弱めだから、多分ね食いながら痩せる方がいいと思う。ちゃんと食って痩せる方だから、運動もした方がいい。ウーバーやるしかないことだから。あ、ウーバーもやる。あれでも痩せないよ。ウーバーやって一人で作ったらその、いや、俺のマジのライフスタイル、一番幸せなこと、まあ、プロスピやりながらラジオを聴いてコーラを飲む。アメリカ人じゃん。ピザ、ピザ頼む。そう。で、ウーバー頼む。そうそうそう。最悪だもん。ヨーグルトも食べるけど、めちゃくちゃ蜂蜜かける。まあ、体にいい。蜂蜜は体にいいけど。蜂蜜は体にいいから。美味しいんだけどね。めちゃくちゃ美味しい。まあ、でもやっぱ、渡辺のね、感じだったら多分ね、あのベッドでね、分かるっしょ、あの家みたいな、寝てて、寝ながらこうやってゲームする感じ。すっごいゲームやってたよ、昨日。すっごいゲーム。俺編集やってるのにずっとゲーム。そうそう、だから今度はね、もしかしてこれいけそうな雰囲気、これを守れば俺、ね、これがちょっと効き目も気になるしね。俺もそうそう、もうすでに何日間かやってるけど全然苦じゃない。そうです、今のとこだから何も苦じゃない。今2月1日よ、今2月1日。だから次、だからちょっとね、3月1日ぐらいにちょっと聞いてみようか。進捗状況をね。まあまあいいね。毎月、ね、毎月1回ぐらい聞いて進捗状況を聞いておこうか。うわ、これやらなあかんやつやん。いや、そうよ。だからデジタルタトゥーなんですよ。ねえ、皆さん見てくださいね、渡辺と今度はね。うーわ、もうこれほんまやらなあかんやつや、これ。じゃあ行きましょう。うーわ、もう。今度はもう16時間お金で、まあね、そう、映る身としてやっぱ綺麗な姿でありたいからさ。じゃあ渡辺はじゃあ、とりあえずじゃあちょっと食事と、食事を気をつけようか。はい、ね、だからどんどんこう、お菓子をなくすとかさ、お菓子を減らしていく。だっていきなりゼロは無理だから、ね、徐々に。確かにお菓子めっちゃあったの。めっちゃ食う。パイの実とか、パイの実だったの、わけわからん組とか。パイの実俺全部食うだからお菓子をアルフォートやろ。むずいわな。お菓子を減らしてくる。俺ナッツすごい好きなのよ。ああ、じゃあ だから幸いなのもあるかもしれない。だからお菓子減らすか飯を減らすか。うわ、ふんわりバームクーヘンとか食えへんの俺も。もうダメますよ。うわ、あれも月1回。最初は確かにきつい。最初は確かにきついけど、パルムもダメ。
パルムも頼むわ。これね、本当にね、おいアイスなんか持ってるのかよ、まあ、原口もよく言うんだけど、この砂糖の糖分あるじゃん、うん、あれってマジで麻薬なのよ。なんか依存性が高いよ。だから特にこういう風に頑張ってるタイミングで1個でも食べると10個食っちゃう、マジで。マジでマジで10個ぐらいピーンってくるから。砂糖マジで麻薬なの。すごいよあれは、うん、脳に依存性が高いの、うん、だから確かに、だから味の素とかさ、うまーってジローブワーって食いながらもう一時と欲しくたら、あ、ちなみにこれに関してはね、あれよ、あのコーヒーとかも飲んでいいし、あのお茶とかもフルーツジュースとかも全然飲んでて大丈夫。だからご飯を食べないって言ったら、 お菓子も OK ですか。お菓子はダメ。だから渡辺じゃあ、あの夜食べた後2時間起きてて、その後に12時間で寝るで2時間起きて朝飯食う。それでもいい。確かにそうや。寝る時間増やす。寝る時間増やす。寝る時間増やすだよ。まあでもおっさんになってくるとやっぱ寝る時間もやっぱね減っちゃうからね。でもやっぱ寝れないからそんな。逆に言うとさ、そのダイエットでもお菓子はあかんって、やっぱお菓子あかんねんの。お菓子ダメ。お菓子はダメ。お菓子はマジで2週間に1回食う。マジで。でもダルビッシュも言ってた。お菓子は本当に良くない。お菓子は、まあ、痩せたければ食うなって。ダルビッシュさんも言ってましたよ。あのお母さんが甘いもの好きで。そうでしょ。だから俺はだからお菓子を食うのならバナナを食う。俺バナナ元気に食えないからさ。バナナを食う。炭水化物みたいなもので。まあなんかそのお腹減、ちょっとお腹減ってお菓子甘いもの食いたいってなるじゃん。だからバナナを食う。バナナを食うか、あと水を胃袋に詰め込むか。本当にでも確かにそのバナナに近いけど、あのお菓子食べたいなっていうその甘さ欲しいなって思ったら俺結構フルーツにいっちゃうね。あ、フルーツもいい、うん、俺パイナップルとか結構。そう、俺もパイナップルとか、そうそう、まあ、あとなんかグレープフルーツとかも行ったりするし、そうそうそう、ああいうのによくコンビニで売ってたりするのに逃げたりとかするわ。スーパーとかでその半額セールやってる時間に結構パイナップルも半額になってますよね。あるあるある。だから翌日まで持ってって2個くらい買って、うん、夜食う分と次の日食う分みたいな感じで2個買っちゃうんですよ。フルーティーで爽やかだし。そうそうそう、うん、いいね。そうでパイナップルちゃんとこう食感があるからね。で食物繊維があるから、そうそう、うんこですけど甘いもん食うたら酢、あのフルーツこれがね、そう、それだけで結構割といけると思う。渡辺マジでね、多分ね相当ね自分を律しないとね、ね、無理っぽいから。あの部屋の感じみたいな。結局だからモテたいをもっと強めにイメージした方がいいよ。そうしたらこれをどんどん近づくか。それか自分のそのちょっとボデとしたから、あの肌も何鏡で見るとか、うん、うん、であれだと体重計を乗れば多分ね意識変わってくると思う。減れば多分楽しいから。俺って今人生でピーク太ってるから。そうでしょ、うん、ピーク今度がだからもう、ね、60キロちょっと言い過ぎたかな。68とか、うん、でも夏場痩せてて俺ほんまに。夏場ですか。確かに。でもこっから秋とかに、これ毎年冬太りやすくて夏痩せる。そう、あ、そう、みんなそう、みんなそう。やっぱりその寒いとほら人間その脂肪でプロテクトしたくなるから。これで俺、私は今でも冬でも日記書いてますけどね毎日ね、うん、冬でも痩せてきて、冬痩せたことない。 俺も痩せたことないけど。いや俺も冬痩せたことないね。確かにあのちょっと鈍化するけどね。減り方からエネルギー欲しがんねん。そうそうそう、絶対鈍化するけど今俺減ってる。減ってるでしょ。減ってる。体調崩しそうで怖い。飯体調崩すかもしれない。でもそんな、ね、あのそこまでのそのあの筋肉めっちゃある人で体脂肪ない人は風邪ひきやすいけど、そこまであっちゃったら大丈夫。心配大丈夫。まあでも腹口に関してはでも実際に痩せてるのとさ、コメント欄でも腹口痩せたなってやっぱあるとやっぱ嬉しいよ、うん、そう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 、だからモチベーションになる。そうそうそう、一本モチベーションになる、ね、やっぱ誰かに見られてるっていう。まあそうね、美意識をね高めるという意味でも、そうそうそう、まあだからもう渡辺なんかね、もうね、ネイマールみたいな顔してるからもうグイグイよ。もうだから別にサブチャンでやってもいいけど20代後半思い出チャンネルで毎月の体重やってもいいし、あ、まあまあこれでもサブチャンで全部もうね2人体重も長いよ、もう23度やってるから、うん、朝のまだ9時なってねえんだぞって朝9時なってねえね、この20何分もう2本取ってるからな。まああとやっぱそのあれもあるね、規則正しい生活。もう一個段落変えてなんかさ、でもちょっとねもう規則正しい生活俺らの職業じゃ無理だから、うん、まあでも睡眠時間とかちゃんと取った今はね徹夜でこうやって来てますけど、これダメだ本当は気持ち悪いからな、朝7時に会議室予約してる YouTuber だから規則正しいことをこ、まあ、心がけるというか、うん、そう、まあでも急にね明日朝靴販売あるとかだと、うん、寝れないとかねよくあるんだけど、うんうん、まあでも渡辺編集するじゃん、うん、
編集一回やって集中するとマジで気づいたら 7,8 時間経ってるから、あその時のなんだもう食べないからもうすごいラッキーなのね、なんかラッキーな、そうそうそう、かるわ。いつも水で過ごしてるから水とハイチュウたまに食うから、それ全然いける。俺もコーヒーしか飲まないから、編集してる。そうそう、水と俺のコーヒーとまだ濃いた方がいいです。おへこくな。へは大丈夫ですか、濃いても。へはいっぱい、ね、濃いってもいいけど、なんかあんだよね。ハルキちゃん常にへ濃いてる。常に濃いてる。大丈夫。へは俺的にはその、うんこが近づいて死ぎだみたいにして。だから、うんこ出る、あ、うんこ出るぞっていう。うん、まあでも実際そうだから。だから空気だから、結局さっきも言ったけどロケット鉛筆のみたいなもんで、うん、押し出されてるからヘが出るわけよ、うん、ずっとね圧迫されて、うん、だからその言ってる腹口のうんこ出る予兆ではある、うん、でも一個ね、そうそうそう、ガス抜きだから、すんだそれが布団に染みつくのそれでもでもね、初めて聞いたよ、多分渡辺のそんな中で多分詰まってるもううんこが、うん、だけど腸内環境を整えることによって、うん、屁が臭くなってきた。俺、屁臭くなくなってきた最近。もう、いつも臭いけどな。いや、最近臭くなくなってきたよ。ほんと、80、90キロを下回ってから。あ、ほんと。そう、全然、まあ、全然臭くないってわけないけど。でも、別ですけど、まあ、屁じゃないんですけど、うん、大阪元木さんの時、楽屋貸してもらった時の、うん、あの時のコンノのうんこめちゃ臭かったです。確かにね。あの時なんかすごい、あれはだからデブだからあれめっちゃ臭でしょ。俺何か食ったっけなって。デブだから入ってなんか、いや俺もね、うん、いや臭かった、ね、いやあれ臭かったね。いやなんか俺もちょっと誇らしげになってた。いやそうそう、いやかっこよかったよだって楽屋って俺ら入ったことないや今まで。で、あの大阪の地の初めて入った楽屋で、あんな臭い臭いできる今度絶対ついていこうと。ああいうところでやっぱなんか運動してることでね、緊張感もないっていう。そう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 、しかもあんな臭い、ね、分かる。俺今のことこびりついてもいや、もしこれがキャプテンがさ、いやもう俺緊張しすぎてうんこも出へんわっていうキャプテンやからさ、もうそんなつなダメだと思うけど、無理無理してたから。心臓に毛が入らないとできないよ、この匂いだったな。そう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 、でもあれは多分ね、臭すぎるから、あれもやっぱね、食生活ああ大事だ。肉とか、うん、そういう動物性のタンパク質を食いまくると屁臭くなる。植物性のタンパク質を食いまくるとそんなに屁臭くなる。だから私はいつもね、そのさっき言ったおからのあれとかさ、ひじきとか食ってるから、どんどんこうね、あの屁が浄化してくる。うん、だから多分今度の時に多分肉ばっか食ってたの。ああ、確かに。でも、お肉って覚えてないんだよ。そう、だけ入る前にもう、こいつ、なんか、一回やってるの、心斎橋ね、うんこ。ああ。そこでしてんのに、2回目で、そう、あれよ。よくでしょ。多分相当肉、高い肉とか、多分、消化悪いもん食ってた。すっごかったよ。あれ臭かった。俺、多分、思い出してないもん、あれ。もう今でも思い出せるから、あの匂い。くっせぇ、マジでトラウマになりたくさかったね。原口がくっせぇって言った後、俺も入って、グワーってなって、俺も。くせえわ、これ、ってなって。払いたい、払いたい。あれだって、お徳さんの特徴を言うてさ、あれ、臭すね。あれ、俺らだけの関係じゃないからね。そうだよ。あれさんの気持ち考えろよ。あれ、新之助さんも一緒にいるのよ。あれさんがいるっていうのにも、くさいんごするね。いや、そうそう。びっくりした。腹口がくせって言うからさ、俺も言ったらもう、鼻もげるかと思ったから。だから、マジでもう、だからこれだよね。だからもう、これ、もうほぼ70キロのね、こんなか出したあの脱粉が、もう臭すぎた。3分ぐらいうんこの話してるね。でももうやっぱね、肉食いすぎるのはやっぱね。まあ確かに。何分やってるもん。もう30分になるよ、これ。もう締めよう。あ、締めましょうか。じゃあね、今年中に、今度は61キロ。61キロ。目指すと。で、渡辺は今の現状68から60、うん、頑張ります。目指すと。で、月1回ぐらいに、ね、体重発表と、はい、写メ撮ってきてね、ちゃんとね、うんうん、発表して12月までにこれを、まあ、定着というか、うん、これを目指していく、ね、まず近づくっていう、近づくするね、うん、まあ夏とかあるとね、痩せやすいと思うんで、うん、まあまあ1年かけてこれ下回っても別にいいけどね。もうちょっとな、時間取れたらジムとか行けるようないんだけどな。うん、まあね、この状況からね、ジムもね、そんなね、行きたいっていうのあるんで。家だとモチベーション上がんねえからさ、まあ、分かる、難しいね。それをね、やっぱ、みんなで頑張ってこい、3人でやるときに頑張ろうよっていうさ、うん、ことじゃない。ね、俺とも一緒にやる、一緒にやるから。原口、目標体重何キロ？今85。今何キロ？87とかだからね。もうすごい。もう割とすぐよ。うん、
最長でも107とか6よ。すごいね。夢の70代見えてきてるからな。そうよ。高校の時もだって78とか76だよ。だって原口90何キロ台は夢の80キロって言ってたんだから、それ意外にスルスル来てもう余裕で7キロまで行ってるから。そうそうそう、しかも食ってる時めっちゃ食ってるからね原口は。そう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 、だから一緒にね、ほぼ一緒に今年でランチとかガー食ってるけど、食ってる時は本当にめちゃくちゃ食ってる。酒も飲んでるしな。酒も飲む、全然ガブガブ飲む。お酒飲まへんの、なんでやろ。いや、ちっちゃい積み重ねなんだよ結局。そう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 、それでいろいろ食って飲んだら体重乗ったら増えるよ、それはもちろんね。でも、ね、規則正しい生活でうんこ出して、しょんべん出す。これ早く終わろう。もう30分過ぎた。本題がいけねえんだよ、もう時間が。あ、そうそう。まだね、本茶のところ。本編が取れなくなっちゃう。意味わからんから、この回で終わったら。じゃあ、とりあえず、今度は61、渡辺60キロ目指して、はい、今年1年、はい、頑張っていきたいと思いますので、皆様、ご視聴よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。長いよ、これ。30分やってる。